いやー、ほんとキラキラして綺麗だな。ご視聴ありがとうございます。旅する着物の男子馬尾慎です。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。新しい旅行シリーズが始まりました。現在僕がいるのは沖縄県石垣市、石垣市内にあるホテル海宝石垣島というビジネスホテルさんのお部屋になります。石垣市ということでピンときたならズバリその通りです。今回の映像作品から始まる新たな旅行シリーズの名前は石垣島編です。この旅行シリーズの簡単な概要を説明させていただきますと、主な旅行地、この石垣島と、そしてすぐお隣の竹富島を中心に僕ならではの島旅をお見せしたいと思っています。それで、やっぱり石垣島といえば飛行機を必然的に使わざるを得ないと思うんですけれども、この映像を撮ったのが2023年2月の15日なんですね。2022年12月頃にピーチ航空さんの往復の航空運賃をすでに支払っています。どうでしょう ?2 万2000円で、しかも自宅で荷物の料金、座席指定まで加わっても2万3000円なんです。すべてを一括で支払う必要がなかったので、先に運賃と自宅で荷物の料金、座席は後で予約をして、クレジットカード決済ということで、とても便利でしたし、快適な空の旅をした上で石垣島に行きます。それでですね、石垣島編第1話、まずお見せするのは、石垣島鍾乳洞。聞くところによると、20万年の歳月が生み出した自然の芸術、珊瑚礁の洞窟ということなんで、これから足を運びます。で、その前にレンタルバイクを借りる予定にしています。僕の旅では初めてとなる 50cc バイクでのバイクツーリングをお見せできたらなとも思っていますので、最後まで見ていただければと思います。じゃあ、一緒に島旅始めましょう。お天気がね、心配だな。ホテル海宝石垣島さんを出発しまして、まずはバイク屋さんに向かいたいと思います。バイク屋さんがあるのがこちらの方角なんです。ちょっと歩くんですよ。10分、いや20分かな。結構歩くんで、8時半に約束してたんですが寝坊してしまって、ただまあこの映像を撮る前に1時間ほど遅れますということはお伝えしているので、大丈夫ですよということで言っていただきましたんで。いや、本当3年かかったんですよ。ようやく石垣島足を運ぶことができてます。本当に嬉しい。しばらく歩いていたらアートホテルさんという大きなホテル、今通りかかってます。島の路線バスには2種類あるみたいで、アートホテルさんを経由するバスは系統番号10番なんだそうですが、10番の路線バスは夕方に最終便が走ってしまうそうです。だから昨日ホテル海宝石垣島さんに行く時はちょっとした苦労がありました。何しろ離島ターミナル、そちらに向かうバスしかもう残ってなかったんで大変でした。バスとタクシーを使ってやっとホテルにたどり着くことができたんです。これからバイクを1日お借りする石垣レンタルバイクさんはまだまだ歩かなくてはいけません。3000円で1日乗り放題なのはとても素晴らしいんですけれど、石垣レンタルバイクさんやっと到着したんですが、あちらに1台バイクが置いてありますね。今日1日貸していただけるバイク、多分あれじゃないでしょうか。ちょっと行ってみましょう。いろいろあって結果的にこのバイクをお借りすることになりました。ヘルメット装着した姿は初めてお見せするんじゃないでしょうか。こんな感じでバイクと一緒に今日一日を楽しく怪我をせずに過ごしたいと思います。走り始めて大体15分ぐらいだったでしょうか。ようやく到着しました。これからお見せするんですが、ここが石垣島鍾乳洞の駐車場です。絶対は危ないからやめた方がいいですよというふうに言われたので、スニーカーに履き替えました。今日はあいにくのお天気なんですが、それでもすごいですよ。こっからの眺め見づらいかもしれませんが、遠くに海が見えます。八重山諸島の海です。
青空だったらもっと良かったかもしれない。石垣島鍾乳洞、今から入ります。というわけで早速チケットの購入したいと思います。チケットの購入に関してはアソビューさんというサイトから予約済みですので、チケットをあちらに見えるチケットオフィスで提示すればすぐ入れると思います。若干手間取りましたけど、事前予約していたこちらの入場券購入することができました。ただアソビューの方で予約をする場合、気をつけていただいたことが1点あります。それはペイデイというアプリを連携できていない場合は値段が上がります。通常こちらの石垣島鍾乳洞さんの入場料って1200円なんですけれども、僕コンビニで支払っちゃったんです。でコンビニ支払いの場合、手数料として300円ほどかかってます。確か合算すると1556円ぐらい払ってます。なので現地で直接支払いをするか、そのあたりについては検討して決めていただければと思います。それにしても石垣島鍾乳洞の入り口周辺ときたら素晴らしく綺麗なんです。しかもマンゴーがお出迎え。それじゃあ石垣島鍾乳洞の中へ入りまーす。で余談ですが、金さん銀さんも石垣島鍾乳洞来たことあるらしいです。100歳ご長寿の姉妹。金さん銀さん知ってる人もだいぶ少なくなりましたよね。ちょっともったいつけましたけど、今から入りますよ。さあ入りまーす。石垣島鍾乳洞、全長 3.2メートル、全国7位、観光道、つまり一般開放されているのが660メートル、日本最南端の観光鍾乳洞だそうです。さあ行ってみましょうか。どんな感じなのかな。ちょっと蒸してるな。ちょっとやばい、湿気がすごい。いやー、これは足元がそんなにあれではない。レンズが曇っちゃってる。日本最南端の観光鍾乳洞、石垣島鍾乳洞においでくださいましてありがとうございます。やっぱ湿気が多いですね。湿気が多いから、あとやっぱ鍾乳洞なんだな。見てください、こんな感じですよ。あ、やっとね、状況が良くなった。サブカメラの HDR-CX680 が湿気であかんことになってしまった。見づらいでしょうけど、鍾乳洞の特徴、キラキラ光る鍾乳石だそうです。湿気でぼやけてるように感じるかもしれないんですが、少し我慢してください。いや、ほんとなんか、大変、撮影が大変ですよ。ゆっくり行かないと着物汚れるわ。これそうだ、大事なこと、湿気でぼやけてると思うんですけど話を聞いてください。この石垣島鍾乳洞、660メートル一般公開されているとお話ししました。その660メートルの鍾乳洞内部、だいたい30分ぐらいあれば散策できるコースになっているそうです。CX680 がやっと通常運転に戻ってくれました。綺麗ですよね。これ鍾乳石の出来方ですとか、鍾乳洞の生物とかここで紹介されてます。順路としてはこの向きです。鍾乳石を折ったりしないでくださいってことで、僕の顔が近すぎるでしょうけど、近くで見るとこんな感じですよ。また曇っちゃったんだけど、乙姫うどん、うわ、また曇った。やっぱ湿気だな、湿気にやられてしまうんだな。おお、今のすごかった。こんな狭いとこ通ったの。いや、
本当に鍾乳石キラキラしてるの見えますか。カメラがね良くないかもしれないけど、こんなところ通るんですよ。めっちゃ狭い。それでここ水金窟の部屋、入り口から190メートル、出口までは470メートル、まだまだ距離はあるってことですね。でここ鍾乳洞内でポタポタと落ちる水の音、これ一番わかりやすい。ここから落ちる水滴がここで音を奏でてます。この音がとても綺麗だっていうことなんです。ここにもあります。内部こんな感じです。またこの狭いところ通っていくんだということで、水金窟でした。また出ました、頭上注意。そしてここ水滴が今にも垂れそうだということで戻ってきました。乙姫うどん、さっきぼやけてたんですけど、泡状の洞穴サンゴとベーコンといろいろ書いてあります。さあ行きますべ、行きますべってなんだ。ここもね床がすごく湿ってるから気をつけなきゃ。ここが仙境の広場、入り口から220メートル、出口まで440メートル、いろいろと説明が書いてあります。お、これこれ、あーこれだ、ガイドブックとか石垣島鍾乳洞で見たやつ。ライトを使わない方がいいのかもしれないですね。ゆっくりご覧いただければと思うんですけれども、イルミネーションが設けられている鍾乳洞ってあんまり多くないらしいですよね。本当キラキラして綺麗だな。じゃあ次へ進みます。こんなに癒される場所があるとは。やっぱり実際に来てみるもんだな。さてまた階段です。この階段も気をつけなきゃね。本当にめちゃめちゃ低いんですよ、高さが。本当狭いの、低いし。でまたここに階段でしょ。ということはまたこうやって裾を持ち上げないと汚れますよっていうサインなんですよ。伊勢神宮以来だな、ここまで着物の裾に気を使ったの。やっと外気とバランスが取れた感じですよ。随分進んできました。入り口から280メートル、出口まであと380メートル、こっちですね。またこれが狭いんだ。びっくりするぐらい狭いの。今リュックサックがゴスって鍾乳石とぶつかりましたからね。でまたここにね、これ何回見たことか、頭上に注意。もう頭ずっと気をつけまくってます。内部確かに自動アナウンスで22、3度に保たれてるっていう話ですから、冬場なんですけど逆に暑いです。僕は暑く感じる。皆さんにとってはどうかは知りません。何とも言えない。でも確かに綺麗ではあるんだよな。トトロ鍾乳石ということでちょっと見ていこうと思います。ちなみにこちら夢と民話の広場、入り口から420メートル、出口まで240メートル、結構来ましたね。実際見てみるとこんな感じで、鍾乳石トトロというのがこれですね。なるほど、確かにトトロに見えなくもない。
こうやって鍾乳洞の中歩けるのも悪くないもんだ。トトロ鍾乳石見つつ、周りの風景も見つつ、でもここら辺になってくるとそんなに湿気は多くないのかな。少し蒸し暑いけど、展望デッキみたいなとこにいますけど、ここが一番ダイナミックに鍾乳石の姿を捉えることができますね。こんな感じですね。で、順路がこっち、だいぶ鍾乳洞進んできまして、神々の彫刻の森という看板が見えてきました。ここまで来るとだいたい510メートルくらい、手すりがついてるんで危なくはないんですが、鍾乳石からポタポタ水石が落ちるんで、まああれですよね。でまあこんな感じです。神々の彫刻の森、入り口から510メートル、出口までは150メートル。もうすぐ11時になります。だいたいちょうどいい感じですね。散策としては申し分ない。もう何度見たことか、頭上注意、気をつけていきましょう。行くしかない。ほんと狭いんだこれが。頭もぶつけそうだし、カメラもぶつけそうだし。はい、抜けました。やっと開けたところに出ました。今誰もいません。コウモリの、ちょっと怖いこと言わないで、ちょっと怖いよそれ。自動アナウンスな、怖いこと言わないでくださいよ。コウモリのって一番僕の中では天敵、中等天敵じゃないですか、マジで。しかも頭注意だし。こんな感じでね、狭いんすよ。とにかくどうやら出口が近いみたいですね。もうちょっと楽しめよって感じですよね。八重間の尾本、出口まであと70メートル。やっぱりちょっと蒸し暑い。最初はどうなるかなと思ったけど、残り70メートル、名残惜しいですけどね。この石垣島鍾乳洞散策ももうすぐ終わりです。じゃあそろそろ行きましょうか。なんだかちょっとしたスリル味わうことができて、僕はジェットコースターとか苦手なんですけど、でもそれとは違うスリルというか、地底探検非常に興味深かったし楽しめたし、あ、外の明かりが見えてきた。ここが出口ですね。出口が見えてきました。彫刻の森が自然の作り出した造形美をご覧いただけます。外が見えてきた途端、なんか風の心地よさを肌で感じられるようになってきました。入場退場の際必ず消毒お願いします、なんだそうです。ブルーシールさん、ここにもあるんだ。ということで出てきました。石垣島鍾乳洞探検終わりました。鍾乳洞の出口が地底探検お疲れ様おめでとうとねぎらいの言葉をかけてくれているように感じます。気のせいかもしれないけど約30分間の石垣島鍾乳洞散策終えて、また入り口の方にまで戻ってきました。
石垣島で最初の楽しい思い出ができて本当に満足しています。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。次回の石垣島編ですが、ミシュラングリーンガイドで最高ランクの三つ星を獲得した本当に美しい海、石垣島にあるんです。カビラ湾というんですが、そのカビラ湾でグラスボートに乗って海底探検を体験しようと思ってますので楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。